い、皆さんこんにちは。グローカルの松田です。ここグローカルチャンネルでは、国際協力で活躍している方、もしくは活躍してこられた方の生の声を発信していくようなチャンネルになっておりますので、この動画が面白いなと思ったら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ早速始めさせていただきます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日はですね、国際協力の中でも今タイで農業のビジネスをされている迫田さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、早速なんですけれども、自己紹介いただいてもよろしいですか。はい、ご紹介ありがとうございます。ジャパンアグリチャレンジアジア代表の迫田と申します。タイではですね、あと日本の種類のミニトマトを生産販売、する事業をやってまして、まあ、タイではトマト屋さんとして頑張ってます。そもそもどういう形でそこのビジネスに行き着いたのかっていうところをお聞きしたいなと思っていて。そうですね、海外とか国際協力とか、どこでお知り合いになったんですか、それ。まあ、一番最初にその国際協力みたいなところに興味が出たのは、不参考の姉がいるんですけど、姉がですね、その緒方貞子さんに憧れていて、そうなんですね。そう、高校生くらいの時に、私は国連難民高等弁務官になるみたいな感じで言ってたのを聞いて、そういう人がいるんだねくらいに、国際協力っていう分野があるんだねって思っていて、で、大学入試の時は慶応の SSC、総合政策学部なんですけど、まあ、その時に何をやりたいかなって考えた時に、そこに国際協力をやりたいと書いたんですよね。姉が最初はやっぱりきっかけだったなと思いますね。そうなんですね。ちなみに大学に入ってから海外とか途上国と行く機会って多かったんですか？よく行ってましたね。まあ、僕旅行がすごい好きだったん で、あとなんかバックパッカーっていうのがすごいかっこよく感じてたんですよ、大学生の時、とにかくリュック背負って低予算旅行するっていうのを大学生の時やってて、タイもね、その時に出会いましたし、まあ、東南アジア一周2ヶ月かけて回ってバンコクに入ってからぐーっとラオス、ベトナム、カンボジア、マレーシア、シンガポールの友達と一緒に回ったり、頻繁に行ってましたね。あ、そうなんですね。東南アジアを中心に行ってたんですか？他の国も行かれてたんですか？アメリカとかも行ったんですけど、車で一周とか、そうなんですね、友達と一緒に。いや、結局一周狙ったんですけどね、大雪でニューヨーク止まっちゃって同じ道を戻ったっていうあった。冬に行ったってことですか？冬に記録的大雪の時にニューヨークでもうこれ以上上に行けないってなって戻るとか。アメリカやりましたし、ヨーロッパも一周しましたね。全部の国は行けなかったですけど、ぐるっと一周回ったってなったりとかして。そうなんですね。でも、まあ、一番アジアが前ね、予算も低くいけますし、友達のお父さんが駐在したんですよ。あ、そうなんですね、そこに泊めてもらって、そこから安い宿に泊まるみたいな旅行はよくやってましたね。じゃあ大学時代、まあ、いわゆるバックパッカーとしていろんな国もあるじゃないですか、でその後大学卒業とか、そういったところの間近ではどういう選択をしていくんですか？大学の時すごい不真面目だったんですよ。そうですね。もともとサッカー選手になりたくて、サッカーを頑張ってきたんですけど、高校生3年生の時に、まあ、当然実力も足りなかったんですけど、オファーもないし、プロになれないって気づいて、でそれで、まあ、自分の夢がなくなっちゃったんですね。で大学は栄養入試で入れたんですけど、慶応大学の総合政策学部、その学部選んだ理由は、まあ、自由で楽しそう、いろんな横断的に学べそうってのと、プラスで卒論とゼミをやんなくて。なるほど、そこまで分かってたんですね。そこまで分かってくそ楽しく過ごせそう。なるほど、なるほど。でそれで入ってたんです、で実際に入ってからも、実はそのサッカーを失ってからは全然やりたいことが見つからなくて、いろいろかじってみたんですけど、本当にこれっていうのは見つけられなかったんですね。その中で、まあ、不真面目にな生活を送って、別に遊びこけたとか一切ないんですけど、特にやりたいことはそんななくて、何かにのめり込まなかった。だから卒論も結局書かなかったし、ゼミにもやっぱり入らなかった。でそのまま卒業したんです。でその期間は、まあ、そのアイドルにハマってアイドル？アイドルのおかげをして。え、待って、何のアイドルですか？その時はパフュームだったんです。それもまあ大学卒業とともに僕としてもちょっと、落ち着いた時期がありまして、まあ、そんな大学生活だったので、やりたいことが一切なくてですね、全くやりたい仕事も見つからない、だから就職活動ってものをそもそもやらなかったんですよね。で僕が取った選択はアルバイトしてお金を貯めてバックパックをする。新しい。でも両親がその時は分かったと、まあ、ちょっと父親はサラリーマンだったんで、そこはね少しありましたけど、母親がまあやりたいことがないんだったらできるまでやらなくていいと。すごい寛容言ってくれてですね、でそれで僕はその道にもそのまますっと入って、なんで1年間そのまま就職しなかったんで、うどん屋さんのバイトしたり、コンサートのバイトしたり、ピザハットのデリバリーやったり、1年間くらいやった時に、もともとその知り合いだったお世話になってた会社経営者の方から、まあ、シンガポールで会社を作る予定があるんで、それやってみないかという話をされてですね、まあ、面白そうだなと思ったんですけど、実、まあ、不真面目な学生だったんで、英語テストはできるけど英語喋れなかったんです。
いややりたいなと思うんだけど英語やっぱりできないんでちょっとやりたい気持ちがあるんですけどできるか分かんないっすねみたいなちょっと軽いことを言ったらその人がまあボソッとまあやる前から最初からあのできるか分かんないとか言ってるやつにできるわけないからじゃあいいやって言われたんですやばその時にピンとスイッチ入っていや僕にもできるんでと英語あの覚えてくるんで3ヶ月だけ時間くださいとその3ヶ月で英語バッチリできるようになってシンガポールの立ち上げやらせてくださいって言って僕の記憶だとあの1週間後には行ったんですけど冷静に考えると多分2週間くらい後くらいにそのままロンドンに留学まあ語学留学だけですあそうなんですねあの大学とかじゃないんですけど行って3ヶ月びっちり英語やってまあなんとか喋れるとかっていうの経緯ですやばとそれが海外に行った経緯なんですけどそこからまあ英語できるようになったんで面白くなってきてよしじゃあ海外で働こうというところで、まあ、ドイツで風力発電の仕事だったりとか、マレーシアで船舶の重油燃料の加管装置の販売をしたり、タイに移ってその時は太陽光発電とか小水力発電やったり、でその中のプロジェクトでラオスでちっちゃい水力発電所を作るというプロジェクトがあったと、まあ、そうやって、まあ、海外生活がもう23から始まるんですけども、そうなんですね。で、まあ、その中で、まあ、農業に出会ったっていう流れ、ね、なるほど、そういうことだったんですね。ちなみになんですけど、シンガポールのお話あったじゃないですか、そのために語学留学行くわけですよね、3ヶ月経った後はそっちに行かなかったそれはなくなっちゃったんですよ。あ、そうなんだ3ヶ月その英語をやってたじゃないですか、で そこの段階まではまだそのプロジェクト生きてたんですけど、あのまあ僕が行ってやるっていうプロジェクトだったんですね、他の別にプロジェクトチームがあったわけじゃなくて、でその中で3ヶ月で英語できるようになってきた欲が出ちゃって、もっと英語ちゃんとビジネスレベルまでできるようになってから行きたいと思って、追加で3ヶ月時間もらったんです。そういうことですね。そう追加でもらってその間に、まあ、座学も飽きたんで、よしだったら、まあ、ヨーロッパを一周しながら英語を使って、このビジネスレベルまで持っていこうと、3ヶ月もらって非常にかけがえのない経験をしたし、いろんな友達もできたんですけど、一方でシンガポールのプロジェクトはその間になくなっちゃった、あ、じゃあなくなっちゃったから語学、もともとの目的だった語学留学っていうのは、また別のベクトルに変わっていったと。そうです、海外に住む、海外で仕事するっていうベクトルにそこで変わったせっかくやったし。ちなみになんですけど、再生可能エネルギーの会社ですかね、そこは何年ぐらいいらっしゃったんですか。そこはですね、いろいろ転々としたんですよ。一社にずっとってのはなくて、ドイツの会社もマレーシアの会社もタイの会社もラオスも全部違うんですけど。ちなみにそれは全部再生可能エネルギーに関する会社ですか。そうです、風力、太陽光、小水力なんかあったんですか。それでビジネスやろうとかあったんですか。大学時代に唯一ですね、興味持ったのが、まあ、国際協力も当然あったんですけど、ほぼ唯一興味持ってたのが環境問題だったんですよね。あ、そうなんですね。そうだからなんか環境に優しい仕事がしたいなと、地球にとって良いことしたいなくらいのざっくりな感じですけど、唯一興味を持ってたのが再生可能エネルギー関連の仕事だったんですよね。実際どうなんですか、再生可能エネルギーのところで働くのって結構大変なんですか。当時23とか4ですし、仕事も大してできないし、まあ、言葉もそういう英語できるようになったけどビジネスレベルで使えない、ドイツってドイツ語なんで、そうですよね。だからもう雑務ですよね。実際それで学んだこととかって結構あるもんなんですか。当時僕がやってたのってひたすら Google マップを見て広い屋根を探してきて、あの太陽光発電所を敷けるところをひたすら日本の Google マップを見るって、それは 2C 向けですか、 2B 向けですか。 B 向けですね。あ、で当時ドイツの会社も結構その日本での太陽光発電これから固定価格買い取る制度が始まるって一番盛り上がってるタイミングがちょっと前だったので、ドイツの会社も発電事業やろうっていう流れはあったんですよ、で僕が行ってた会社もそれでひたすらもうリストアップしてくれと、でそれで日本帰った時に英語かけてこいっていうのでひたすらそれやってました。あとは社長が打ち合わせがあるときに行って太陽光発電のパネルをお家の屋根につけるの手伝ったりとか。そんな感じ。でも普通に太陽光発電のやつってセットアップできるものなんですね。そんな難しい。つなぐだけですよ。つなぐだけなんだ。あ、そういうのしかやってないです。運ぶ、つなぐとか。ああ、そうかそうか。でもご講座のところは僕はやってないです、ね。はい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 、経験としてやっとけと。なるほど、ありがとうございます。まあ、ちょっとここの動画では、佐久田さんが国際協力というか、まあ、そういったところに興味を持ったきっかけから再生可能エネルギー会社で何をしてたのかみたいなところまでお聞きしたんですけど、まあ、次はですねちょっとそこからどうやって今企業につながってるのかみたいなところをちょっと話をお伺いしようかなと思います。はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございます。